お姉ちゃん、結婚式当日に浮かれているところごめんね。悪いんだけどさ、新郎のたけやさんは私がもらっていくから。は？これから彼と駆け落ちするの。だから今日の結婚式はキャンセルでよろしくね。は？あんたは急に何を言い出すのよ。こんな時につまんない冗談をやめてよね。冗談なんかじゃないもん。たけやさんは今私と一緒にいるし、このまま私と一緒に式場から逃げるって言ってくれているの。嘘でしょ？まさか本気で、なんでこんなことするのよ。私どうしても専業主婦になりたいの。は？たけやさんって有名な一流企業で働いているでしょ。稼ぎもいいし、お姉ちゃんは結婚したら専業主婦になるんだよね。彼からできれば家庭に入ってほしいと頼まれたからね。あんたの言う通り、生活するには十分な稼ぎが彼にはあるし、だったら毎日激務な彼を支えてあげようと思ったのよ。やっぱりお姉ちゃんだけずるいよ。共働きが普通な今の時代じゃ専業主婦は憧れだよね。働かなくてもいいし、家にずっといるだけでいいなんて最高。だから憧れの専業主婦の座は私がもらっちゃうから。そんなふざけた理由で姉の婚約者と駆け落ちなんて。きっと連れ出された拓也も困惑しているし、戻ってきなさい。嫌だね。それに拓也さん、私との駆け落ちノリノリだし。誰が戻るかよ。何ですって？最初は突然の誘いに彼も戸惑っていたけど、こんな大胆に誘われたのは初めてで嬉しいって大喜び。そこまで結婚したいならしてあげてもいいよって、一緒に手をつないで式場から出てくれたんだから。そんな嘘でしょ。拓也がそんなことをするなんて。というわけで拓也さんはこのまま私がもらっていくね。お姉ちゃんはみじめに結婚式中止の手続きよろしく。私拓也さんにたくさん幸せにしてもらうね。ひどいよ、タクヤ。あなた本当に妹のユイと結婚するつもりなの？え？俺がユイちゃんと？私のことを幸せにするって言ってくれたのに。あなたがこんなひどい裏切り方をする人だなんて思わなかった。結婚式当日に新婦の妹と駆け落ちなんて。ちょっと待ってよ。ミツキ、さっきから何の話をしているの？え？俺がいつミツキを裏切ったんだよ。しかもユイちゃんと駆け落ちって、そんなこと俺がするわけないじゃん。でも今ユイと一緒にいるんでしょ。あの子に誘われて結婚式場から逃げたんじゃないの？すぐに式場の人に探してもらったけど本当に見つからないし、どうやら男子トイレはまだ探していないみたいだな。え？俺式場の男子トイレにいるんだ。緊張で朝からずっとお腹が痛くてさ、俺は人前に出たり目立ったりすることがすごく苦手だし、会社上層部へのプレゼン会議より緊張するよ。そうだよね。冷静に考えたら拓也がこんなことするわけないよね。目立つことが苦手で緊張しやすい人だし。分かってくれたみたいでよかった。それじゃあ俺に分かりやすく状況を教えてくれる？何が起きたのか全然理解できてないんだけど。ついさっき妹の A からあなたと駆け落ちしたって連絡があったの。最初は冗談だと思って相手にしなかったんだけど、ゆいが拓也と一緒にいるって勝ち誇っていて、それで本当なんじゃないかって不安になったの。なるほどね。でも俺はゆいちゃんと駆け落ちしてないから安心して。恥ずかしいけどずっとトイレにこもっていただけだから。今もまだお腹痛いの？逆に今ので冷静になって痛みも収まってきたよ。だから今すぐ控室に戻るね。拓也が無事で本当によかったわ。でもだとしたらユイは誰と一緒にいるのかしら。あの様子は本当に誰かと一緒にいる感じだったんだけど。俺も不思議に思うよ。でもまずは俺たちの結婚式だ。新郎は駆け落ちしてないし、今は結婚式の準備を進めよう。そうね。とりあえず妹は体調不良で欠席ということにしておくわ。両親だけ軽く説明しておく。なあ、それがいいかもな。お姉ちゃん、無事に結婚式は中止にできた？今頃は駆け落ちのショックで大号泣しているところかな。ようやく連絡が来たわね。あんたたちは一体今どこにいるの？そんなの教えるわけないでしょ。
タクヤさんは絶対にお姉ちゃんに返さないから。返さないって、今も彼と一緒にいるの？一緒に逃げ出してきたんだから当然でしょ。それにしてもタクヤさんって整えると雰囲気がかなり変わるのね。普段はモサッとしていて地味な感じだけど、意外とタキシードも似合うしかっこいいじゃない。え？またこの人って眉毛整えたり髪型変えるとガラッと雰囲気変わるよね。ゆいさん、今誰と一緒にいるの？タクヤなら結婚式場にいて私と式もあげたわよ。やっぱお姉ちゃんたらショックすぎて幻覚見ちゃってるの？結婚式あげたつもりになってて超怖いんだけど。は？まあでも仕方ないか。結婚式当日に駆け落ちされるなんて惨めすぎるもんね。でも可愛い妹のしたことだし、お姉ちゃんなら許してくれるよね。なんかもういろいろと腹が立つからどうでもいいわ。今一緒にいる彼とお幸せにね。言われなくても幸せになります。今日から優雅な専業主婦ライフが始まるんだから。やっぱりタクヤさんはお姉ちゃんに返すわ。私この人と結婚するのやめるから。え？急にどうしたのよ。優雅な専業主婦ライフを送らなくていいの？無職のくせにどうやってそんな生活ができるのよ。本当に最悪。まさか彼が会社を辞めるなんて。え？相手の人会社を辞めちゃったの？しかも私に相談もなく勝手にね。今朝突然出社する気配がないから会社に行かなくていいのって聞いてみたの。そしたら、俺会社なら辞めたから今は無職だよって。あら、私も昨日駆け落ちしてすぐ会社に退職届を出したのに、新婚早々夫婦揃って無職とかありえないから。そうね、優雅な専業主婦ライフなんて絶対に無理ね。多分勘違いして会社を辞めちゃったんだと思うの。ほら駆け落ちって普通は仕事も連絡先も変えるじゃん。何もかも捨てて二人だけで生きていくのは駆け落ちだもんね。でも私はそこまでするつもりじゃなかったの。お姉ちゃんから彼を奪えたらそれだけでよかったのに。今まで通り働いてもらって専業主婦にしてほしかったのに。で、自分の思い通りにならなかったから返すってわけ？なんて身勝手なのかしら。うるさい。タクヤさんが戻ってきてくれるならお姉ちゃんだって嬉しいでしょ。いいから黙って来とってよ。はぁ？一流企業を退職したニートはいらないからお姉ちゃんに返す。使えない無職男だけど結婚してあげなよ。今日彼と結婚するけど。え？もともと結婚式の翌日に入籍する予定だったからね。今二人で役所にいてちょうど婚姻届出すところなの。知らない男を渡されても困るんだよね。今二人で役所にいるってどういうこと？タクヤさんなら私の隣にいるんだけど。どのタクヤかは知らないけど私の婚約者のタクヤは隣にいるわ。だからその二等男はどこの誰なんだか。まったく勘違いで別人と駆け落ちするなんてね。はぁ？勘違いってどういうこと？この人お姉ちゃんの婚約者のタクヤさんじゃないの？だとしたらこの人は一体誰よ？たまたま結婚式場にいた人よ。ちょうどブライダル見学に来ていたカップルがいたみたいでね。結婚式前に式場の見学をしていたんですって。そして別室で彼女がドレスの試着をしていたみたいでね。あんたはそのカップルの彼氏と駆け落ちしたのよ。へぇ？本物のタクヤはトイレにいたのよ。結婚式前に緊張していてトイレにこもっていたの。緊張しやすくて胃腸が弱いところに困っていたけど、おかげであんたの駆け落ち劇に巻き込まれなくて済んだわね。そんな嘘でしょ。そんな人違いってありえるの？だから今こんな状況になっているんでしょ。むしろ今までよく気づかなかったわね。何度もタクヤに会わせたことあるのに。だっていつもと雰囲気が違うんだと思ったんだもん。なんとなく知っているタクヤさんとは違う感じがしていたけど、着飾っているからそう見えるのかな。それに私の誘いにあっさりついてきてくれたし。付き合っていた彼女とうまくいってなかったそうよ。それで思い切ってあんたに乗り換えることにしたんじゃないかしら。はぁ？式が終わってからようやくあんたが誰といるのか判明してね。あんたの代わりにみんなで彼女に謝罪したの。そしたら、むしろ奪ってくれてありがとうございますって言われたわ。え？なんで私が感謝されちゃうの？
その彼氏さん、無職で浮気癖があってどうしようもない男だったの。でも情があって別れられなくて、結婚まで話が進んだらしくてね。多分神様がこの男との結婚はやめろって言っているんだと思います。背中を押してくれてありがとうございました。ってすごく感謝されちゃったわ。この人ってそんなに最低な男だったの？彼女が彼の収入を追い越してから態度が豹変、あっという間に紐男になり下がって、あっちでもこっちでも浮気するようになったんですって。ガチの最低男じゃん。姉の婚約者を奪おうとするあんたもガチでクズよ。あなたたちにとってもお似合いだと思うわ。だからもうそのまま本当に結婚しちゃいなよ。いや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 、そんなの絶対に無理。私は楽で楽しい人生を送りたいの。なのになんで私が紐男と結婚しなきゃいけないのよ。それならなおさらそのままそっちにいた方がいいよ。こっちに戻ってきたらみんなからの大説教が待っているからね。え？駆け落ちしたままの方が楽で楽しい人生だと思うな。私以上に両親は特にブチギレよ。こんな恥さらし絶対に許さんって、今まで見たことない顔をしているわ。どうしよう、お父さんたちがそんなに怒っているなんて。それじゃあお互い幸せになろうね。無事入籍も終わったし、これでようやくいろいろ楽しんできるわ。どうしよう、お姉ちゃん。今彼に聞いたら本当に私の勘違いだったの。拓也さんじゃなかった。名前も違うし全然知らない人だった。向こうにとってもあんただって全然知らない人よね。逆によくゆいと一緒に駆け落ちしようと思ったわよね。それがね、彼も私のことを勘違いしていたみたいなの。だから私が無職だって知ったらブチギレでめちゃくちゃ怖いよ。勘違いってどういうこと？彼が付き合っていた彼女、彼よりも年収が高いって言っていたでしょ。どうやら年収2000万もあるらしいの。めちゃくちゃすごいじゃない。あんな優しそうでか弱そうな女性がとんでもない高収入のバリキャリ、それで暇男との結婚を覚悟するほどの男気、私でも惚れちゃいそうだわ。どうやら私がそれ以上に稼ぎがある人だと思ったみたいなの。あんなに積極的に私についてきてって言われたんだぞ。とんでもない金持ち女だと勘違いするだろ。ってめちゃくちゃ怒ってきたの。怖くてトイレに閉じこもってるの。次はあんたがトイレ？今もすごく怒鳴っているの。お前のせいで俺のひも人生が台無しだ。絶対に責任取ってもらうからな。って早く仕事見つけて同じぐらい稼いで来いって言ってくるの。念願の専業主婦とは真逆の人生になりそうね。そんなの嫌だよ。お願いお姉ちゃん助けて。説教されてもいいから実家に帰りたいよ。私は知らないわ。どうにかして自分で帰ってきなさい。なんでそんな冷たいことを言うの？たった一人の妹がこんなに困っているのに。自分は無事に結婚したからってひどいよ。はぁ？なんでこうなるの？私はただ幸せになりたかっただけなのに。こうなったら次こそ本当に拓也さんを略奪しちゃうからね。なんですって？もうそれしかないもん。ここからどうにか逃げて次こそ拓也さんを連れ出すの。私が勝ち組の座につくにはそれしかないわ。絶対に私が専業主婦になってやるわ。それは無理かな。だって俺は絶対に美月を裏切らないし、君みたいな人を奥さんにしたくないもん。え？どうも、こないだぶり。と言っても俺はトイレにこもっていたから会ってないけど。まさか拓也さん？隣でやりとりをずっと見ていたんだ。そしたらなんだか、まだ俺を諦めていないようだったから、直接俺は断った方が早いかなと思って。なんで断るんですか？私の方がお姉ちゃんより若いし可愛いし、私が拓也さんの奥さんになってもいいじゃないですか。それ本気で言ってる？もちろんです。奥さんが家で待ってくれているって最高でしょ？別にお姉ちゃんじゃなくてもいいと思うんです。できれば妻の家族だから優しくしてあげたいんだけど、ちょっと正直ここまでバカだとは思わなかったな。なんで頑張って稼いだ金でこんなバカを養わなきゃいけないんだよ。ボランティアで結婚するわけじゃないんだけど。え？バカの子って私のこと？妻にはなるべく楽をさせたいと思ってる。でも専業主婦は楽だと思ってお願いするわけじゃないからね。
家庭に入って夫を支えるって想像しているより大変だと思うし、俺の仕事は結構な激務だから、子供ができても俺は育児戦力外。それを理解して美月は専業主婦になることを受け入れてくれたんだ。ゆいちゃんはきっとそんなことを考えたこともないだろ。それは夫を支えるってどういうことか分かってる？俺一人に稼ぎを任せるということは、俺が稼げなくなれば奥さんも共倒れ。だから体調管理、食事の栄養バランス、家の掃除、そういうことを毎日するってことを理解してるの？毎日？もう一度言うけど、俺は育児はほとんどできないと思ってる。業界的に育休は難しいし、家族を養うことを考えたら俺はやっぱり仕事優先になる。子供の食事やお風呂、赤ちゃんの時はおむつ替えやミルク、とにかく全て一人でやるって分かっていて言ってるの？それはただ楽をしたいって泣きわめく人と結婚するメリットって何かあるのかな。どう考えても俺は思いつかないし、君と結婚して俺は絶対に幸せになれない。だからもう俺にも彼女にも近づかないでくれるかな。なんでいつもこうなるの？昔からお姉ちゃんばっかりずるいよ。はぁ？お姉ちゃんだけ楽に幸せになってずるい。私は受験勉強をめちゃくちゃ頑張ったのに、お姉ちゃんは推薦で楽に進学、結婚もそうだよ。私は理想の相手探しに苦労してるのに、なんでお姉ちゃんだけトントン拍子に理想の結婚ができるのよ。またそうやって、ゆいちゃんが結婚できないのはそうやってみつきがしてきた努力を見ないで騒ぎ立てるところじゃないかな。多分そういうところを見抜かれているんだよ。なんですって？あくまで俺個人の意見だけど、男が妻に求めるのは可愛さや若さじゃない。夫婦って二人三脚で歩んでいくものだよ。自分は何もしないで相手に養ってもらうものじゃない。そう考えるとどう見てもゆいちゃんは無理だよ。はあ、なんかあんたいつもと性格違くない？結婚式直前まで緊張でトイレに困っていた小心者のくせに。そこそこの企業でそれなりに仕事しているんだよ。それにそれは今関係ないでしょ。まあいいや、それじゃあもう俺たちには関わらないでくれるかな。トイレからの脱出頑張ってね。ゆいはなんとか脱出し実家に戻ってきたそうですが、未遂とはいえ、姉の夫と駆け落ちしようとする恥さらしは知らん。絶縁後にいくらか金を渡すから二度と戻ってくるな、と追い出されたそうです。しかし、その直後に紐男に捕まり、金あるじゃん。これで俺を勘違いさせたことは許してやるから、次は仕事を見つけてこいよ、と一緒に暮らすことに。結局今は紐男を養うために毎日朝から働き、意外にも家庭的な紐男と一緒に暮らしているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。